開いてると思います。すごいな、ちゃんと綺麗に開く。回し引きって言うのかな、対初めて使う僕のこのスイッチボックス層でどれぐらいの差が出るか。レディーゴー。多分今日あたりには2万人を達成していると思います。電気屋 YouTuber です。今回はね、はっきり言います。案件です。どこからの案件かと言いますと、体感部品 .com っていう、ちょっとね、ご存知じゃない方もいると思うんですけども、皆さん Amazon であったり、モノタロウで買い物されると思うんですけど、まあそういうようなね、ネットで買えるサイトです。とは何なのかっていうと、フローバルさんっていう会社があるんですけど、そこが運営しているサイトで、まあ今までずっとあったんですけども、まあ主にガス、水道、空調などがメインでやってまして、今年から伝説資材のバイヤーの方が担当に加わったってことで、今までと比べて僕らが使う電気工事の用品が増えたし、バイヤーさんがおることによって安くなったってことらしいです。で、僕もチラチラといろいろ見てたんですけど、まあ、Amazon とかで僕もいつも買うんですけど、それより安いものもあったりっていうことなんで、ぜひ見てください。で、まあ、また最後にちゃんと説明しますけど、まあ、4時までに注文したら、当日発送で5000円以上だったら送料無料らしいです。まあ、今日はスイッチボックス層っていうのをメインでやっていくんで、それの終わりにまた詳しく購入方法などを紹介します。で、その前に今寒いんでね、これ皆さん大好きニックスですね。これは何なのか、なんかね、スーツ買った時みたいな入れ物に入ってます。こういう感じですね。ニックスのジャンバーです。で、これね、値段するんですけど、まあいいところはですね、この肩とかこの袖の部分ですね、このコーデュラの素材を使ってるんで、コーデュラってめっちゃ丈夫なんで、まあ今ね、ハーネスとかフルハーネスとか腰道具が結構ジャンバーとかに擦れてもつれていくっていうのあると思うんですけど、その辺がね、丈夫、ガンガンいけると。実際に着用してるユーザーさんが言うてました。マーシーニアなんやけどね、から教えてもらいました。で、コアブリッドっていうのを使っているらしいので、寒い日でも暖かいと。で、このワッペンがなんかベルクロっていうらしいんですけど、こうやってね、初めここで4個つけれます。で、僕はちょっとあんま友達いないんで1個しか持ってないんですけど、これバリオさんがプレゼントでくれたやつなんですけど、こういう風にねつけて、例えばね、エアコン女子さんとかマーシーニーヤンとか、みんなね、こうやって自分で作ってるんですよ。で、交換して、まあアヤヤンとかもね、今後作るんかわからんけど、今日はアヤヤンつけていこうとか、まあそういう感じでユーザー同士の交流になったり、例えばまあ金づやとかね、店舗のやつを貼ってみたり、このジャンバー自体はみんな一緒やけど、後ろをカスタマイズしてオリジナルを作るみたいな感じみたいです。で、ポケットもね、ここにもあるし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 、ここにも鉛筆とかね、ちょっと着てみますか。こういう感じですね。まあいつも通りここのポケットと、あ、内ポケもあるわ。携帯とか財布とか、こっちにもある。これは嬉しいですね。で、もちろんここにもある。ここなんか入ってる、お値札か。あとはここにもあると。で、これ鉛筆とかね。で、ここに、ここにすぐ出したい鉛筆とか変電器とかかな、僕らで言う。これは何やろ、ここのポケットかな。左利き、めちゃくちゃ要素あるね。左利きの人はこれがいいんかな、うん、取りやすいかもね。後ろはどうですか。何もない、もちろんないですけど、腰周りがあれですね、ちょっと丈短めやから、腰道具するにはちょうどいいかもですね。そこもインクスの社長のことやから考えてるのかな、ね、で、裾周りも補強してあるから。あ、ね、ちなみにユウさん身長体重でそれサイズ感的に、僕は175の83キロぐらいかな、今補足したから。で、これ L やったと思うんですよ。 L だ、僕体型でまあまあまあいけるぐらい。もうちょっと冬場着込む人やったらもうワンサイズ大きくても。 で、ね、で、これがベストタイプであったり、なんか4種類か5種類ぐらいありましたよね。ありますね、ハ、ね、トベストもあります、ね、はい。ちょっと今僕が持ってるのはこれだけなんで、ここ閉めたりしてね、使ったらいいと思います。これの値段は配管部品 .com さんで31,119円。まあこれ当日価格なんで、ちょっと値段はいろいろ変わるみたいなんで、またそこを見てください。ニックスのおかげでこれがみんな作ってるから、刺繍屋さんが仕事がかなり増えてるということで、まあ経済が回ってるっていういい商品です。
ってことで本題の方に行きたいと思います。で、今日のメインの商品はスイッチボックス層って言うんですけど、何かというとコンセントとかをつけるときにこう一発で開けれるよってやつなんですね。で、僕ね、あんまりコンセントとか取り付ける機会があんまりないんで、コンセントといえばアヤヤンということで、アヤヤンお願いします。はい、じゃあバトンタッチしてやります。一般住宅とか店舗とかやると必ず壁にコンセントついてると思うんですけど、まあ、石膏ボードを開口するための商品らしいんで、今から使い勝手だとかちょっとどうやって使うのかっていうのをやってみたいと思います。まず中身、箱の中身なんですけども、取扱説明書があって、あと本体ですね、ちょっと開けていきましょう。これね、ちょっと 100V の機械になるんですけども、まあ、本体こういう感じで握った感じこれぐらいの、ちょっと充電のマルチ2よりはちょっと細い感じな握り心地ですかね。で、あと一連用の刃がついてまして、あとまあ二連用の刃がまた別であるみたいなので、それも後でちょっと出してみます。こういうやつですね。こう四隅が刃になってて、ね、食い込んでいけるようにこうかまぼこ型になってるっていう、そういうやつですね。この刃のセットの方法なんですけども、本体の後ろのこのレバー、これを持ち上げて、と真ん中のこの芯棒がちょっと浮いてくるんですよ。これ反対側まで180度展開してからちょっと抜くと、こうスライドするんですね。この、まあ、今これ抜き切ったんですけど、これ抜き切らずちょっと浮かした状態でこう切り込みがあるんで、このままスライドしてはめれると。で、あとこのいっぱいのポチポチの山とこの溝、これの場所を合わすことができれば、今これ縦なんですけども、まあ、ちょっと斜めにしたりとか、あと下の方を開けるときに、まあ、機械が縦に行かないときに真横向けたりとか、この山の都合が合うところだとどこでも固定できるみたいですね。今回ちょっと縦で行ってみましょう。で、縦で入れてピンを奥まで入れて、あとはレバーをパチンと戻すと固定完了です。で、あと後ろにこの速度調整のダイヤルついてるんですけど、説明書見ると 9.5 ミリのボードで4番で、15ミリもボードまでいけるみたいなんですけど、15ミリだと6番で、数字が大きくなればなるほどこの刃の回転速度っていうか振動が速くなるらしいんで、熱くなれば速い方向に調整するようにってなってました。で、今回これ用意したボード 9.5 なんで読んでいきます。開けていきましょう。楽しみですね。どんな感じなんですかね。初めて使うんで。はい、じゃあ準備できたんで行ってみたいと思います。じゃあ今ちょっとね、仮説的にちょっとボード用意してたんですけども、まあ普通コンセントって床から250とか300なんですけど、今回ちょっと分かりやすいように、600の位置中心でいきたいと思います。じゃあまず使い方ですが、まあ、ここにコンセントがあると仮定しまして、600で中心出します。よりはまあ適当に。今回250でいきましょう。これもまあデンさんの商品なんですが、スイッチボックス開口するの僕らよく持ってる水平器ですね。ジェフコムの形ですね。ジェフコム、あ、そうか、はい、これジェフコムさんのやつなんですけど、スイッチボックス開口するための水平器ですね。これをこういう感じで隅出して、あとはこれをこう当てがっていくんですけど、じゃあ行ってみましょう。今 9.5 なんで読んでいきます。ちょっと開ける時のコツで取説にも書いてたんですけど、こう刃をまっすぐ当ててるんじゃなくって、こう左右に上下にこう揺すぶってやると開くのが早いですよって書いてたんで、それちょっと試してみたんですけど、やっぱり押し当ててるだけよりちょっとこう動かしてやる方が刃の入っていき方は早かったですね。はい、一連はこういう感じで開きました。結構もう隅通りに開いてると思います。すごいな、ちゃんと綺麗に開くで、あんまりこうささくれもないんで、このままでいい感じですね。引き回しで開けるとね、よくここの紙がささくれたりとかするんですけど、割と綺麗に開きました。次、そしたら2連の方もせっかく刃があるので、こっちも行ってみたいと思います。じゃあ2連の方も同じ高さで行きましょう。
で2連の隅の出し方なんですけど、このボックス使うとき、まあ、ここ中心だとしますと、僕のやり方なんですけど、一発横引いて左右にまずこの長い方で引きます。で今度縦で半分ずつ、僕これで2連いつも開けるんですよ。じゃあ先ほどのようにちょっと刃を取り替えて、レバーを起こして、少しピンを起こしてスライドしていく。でまたスライドして山が合う位置に入れて、でレバーを締めてやる。これで OK ですね。じゃあ2連も開けてみましょう。速度はさっきと同じ4でいきます。ボックスっていうか刃がちょっと大きくなるんで、やっぱ1年の時と比べちょっと触れが大きいんで、ちょっと僕あの壁走っちゃいましたけど、なんでちょっとこの2年開ける時はあの走らないようにしっかり最初押さえてあげるのがこれコツかなと思いますね。ちょっと初めて使ったんでこういうことになっちゃいましたけど、皆さんこうならないようにちょっと注意してやってみてください。いい見本やな、はい。皆さんね、気になるところはね、速さやと思うんですよ。でね、これ引き回し、回し力っていうのかな、対初めて使う僕のこのスイッチボックス走でどれぐらいの差が出るか、ちょっとストップウォッチ押したいんで、僕左手は手袋外します。僕が押したらスタートにしましょうか。そうです ね僕の方がちょっと速いから、レディーゴと19秒やから6秒の差でした。僕が初めてやったのとこれがちょっとゆるゆるやから、実際のね配管部品さん出てたのは7秒ぐらいで開けれてました。まあでもね、初めての僕が使ってもそれぐらい差が出たんで、もっともっと極めていけば早いなと思います、うん。じゃあ、次はさっきちょっと実験やったんで床から600の位置で行ったんですけど、実際のコンセントはまあもっと低いんで、今度床から200の位置で開けたいと思います。で200の位置だとさっきのこの刃の向きだといけないので、あの本体が当たっていけ開けれないんで、ちょっと刃の向きを変えてみたいと思います。レバーをこうして緩めて、で今度真横に向けてみます。はい、この状態だったら床に当たることがないんで、この高さでも開けれるんで、これでいきます。感じに開きました、ね。なので刃の向きを変えればどの高さでも全然苦もなく作業できるんで、これはすごくいいと思います。切ったやつもここに入ってるんで、壁の裏に落ちることもないんで、あの掃除も楽になると思います。この刃なんですけど、まあちょっとここの形状見てもらって気づいた方はいらっしゃるかなと思うんですけど、この今までの従来のマルチツールにもあのフィットするようになって、今回あのマキタのTM41D っていうマルチツール用意しました。これに取り付けて穴開けてみたいと思います。先ほどと同じように外して、刃を普通のマルチの刃と同じようにセットするだけで、これでボード開口ができるようになりました。じゃこれでマルチだったらどれぐらいで開けれるかやってみたいと思います。今ね、速さ、こいつ5で行ったんですけども、何の苦もなく簡単に開けることができました。なのでね、マルチを使ってる人だったら、手持ちのマルチ、ここの刃の、固定の形状が合うんだったら、こいつに使うのも全然ありだと思います。お疲れ様です。
ってことで今回はスイッチボックス層のご紹介になりました。まあ結構コンセント開口とかの工事が多い人はぜひ使ってみたらいいんじゃないかなと思います。で、今回、配管部品 .com さんから電気屋 YouTuber 限定のクーポンをもらってまして、LINE の友達登録っていうのをしてもらって、秘密のキーワードを入れてもらうと、1000円クーポンが発行されます。で、それを5000円以上お買い物された時に使ってもらうと、まあ要するに1000円引きで4000円で買えるっていうことみたいですね。で、その秘密のキーワードは、僕が決めてくれってことやったんで、僕がモットーにしている電気工事業界を明るく楽しく、全部漢字ね、電気工事業界漢字、明るいは日に月の赤で、るく楽しいは他のしでいけると思いますんで、ぜひクーポンもらうだけ無料なんでもらってください。2023年6月23日まで使えるとのことです。で、この配管部品 .com さんでは今回、まあ、後でトリッパーっていうのと、電線測るやつとか今回3商品ぐらい紹介させてもらうんですけど、まあ、それはまた見てください。で、僕も気になる商品があと何点かいろいろありまして、まあ、その辺は画像でこんなんもあるよというので出しておきます。あとはね、またちょっとジャンル変わるんですけど、これ VA ケーブル、 VVF ケーブル 2mm 三芯、これがね、何メーターやったかな10メーター、5メーターやな、これ多分5メーター、20メーターっていう短い長さで売ってます。皆さん材料屋さんとかで買うときは100メーターっていう単位で買うと思うんですけど、僕みたいにその普段制御関係の仕事をしてて、ここにちょっとあるんですけど、あんな感じでね、たまにね、エアコンつけなあかんとかね、あるんですよね。で、僕ら VA ケーブルっていうのは基本使わないんで、わざわざそのために 100m 買うかって言われたらもったいないなっていうところがあって、まあ、そういう、まあ、DIY であったり、僕らみたいに VS ケーブルを 100m 買うのもったいないなって人とかは、まあ、こういうのが今一押しですって配管 .com さんが言ってたんで、まあ、そんなんもあるよっていうご紹介です。値段は 5m が1650円、 10m が3234円、 20m が6347円です。まあ、これ今日の金額なんで、また金額は変わるかもしれないんですけども、また買いた人はチェックしてください。ということで、スイッチボックス層気になった方は、商品の URL とか QR コードをまた貼っておきますので、そちらからアクセスしてください。ありがとうございました。俺15秒。うん。3秒半。全然楽。面白い。7秒ぐらい。じゃあ綺麗に向けんな。これいいわ。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。